久保さん、またなんかやらかしたんですか攻めた動画撮ったのかな <laughs> まあ、アクセス数ね、稼がないといけない部分で、ちょっと攻めたんじゃないかなちょっとわかんないですけど。僕はね、あの、久保さんの <laughs>、僕、あ新 R34 マガジンはね、ペナルティ一個もなかったんですけど、久保さんの <laughs>、あの動画がペナルティに食らってね、初ペナルティが久保哲郎の動画だったっていう <laughs>。 まあ大丈夫です、すくぼさん。僕はあの、メインチャンネル。メインチャンネルが昔や、バン食らってますからね <laughs>。この、新 R34 マガジンはサブチャンネルですからね。サブチャンネルがもはやメイン化してるっていうね、よくわかんないですけど。僕は吉田拓の公式メインチャンネルがバンされて、また新しく公式チャンネル作ったんですけど、公式チャンネルは10本ぐらいしかアップしてないですよね。そう。サブチャンネル側、なんかメインみたいな、よくわかんないですよね。そう。 うん、まあ今回ね、支配の範囲,範囲にしましょうか、うん。まあそんな僕たちも YouTube に支配されてるかもしれないですね。YouTube に支配されていて、そしてその YouTube でもうまた使うっていうね、どっちが支配されてるのか、どっちが支配してるのかわかんないですけど、そう赤ン食らってもやるっていうね、YouTube を。<laughs> うん まああの、この世の中っていうのは、まあ、支配される側と支配する側。まあ、経営する側と雇われる側っていう男と女だったりとか、北極南極だったりとか、プラスマイナスとか、N 極、S 極みたいな。なんか、分かれたりしてますよね。うん。まあでも、支配されたとしても、 その支配、支配されたことですら使えるかっていうね。支配されてるけども、どう使っていくかっていう。まあ、奥万庁舎合宿で手持ちのカードっていうワードがね、出て、こう使ったりとかしてますけど。まあ、結局ね、日本にいれば、日本に支配されてるし、日本に税金を納めないといけないし。うんう。まあ、税金が嫌だったら、ドバイに行くしかないし。 ドバイって今どうなんですかね超暑そうですよね。まあ、ずっといか。<laughs> うーん。そう。あの、デルのパソコン何なんですかね半導体不足なのに、僕割引で買ったんですよ。で、一応スペック的にはカスタマイズして46万ぐらいで買ったんですけど、46万ぐらいのスペックなんですよ。構成としては。だけど、デル割引で8万か9万割引になって30何万で買ったんですけど、 まあ久保さんがそのエイリアンパソコンを買った時よりかはまあ安いし多分高性能だと思います <laughs>。まあパソコンっていうのはね、まああの、どん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 スペック上がるし前のパソコンより今のパソコンの方がどんどん安いし性能いいみたいなね。うん。まあ、何なんですかね。半導体不足は。あれ,あれもなんかメディア操作なのか。 どうなるか <laughs> 実は半導体不足と言いながら作れるんだけどトヨタを潰すっていうねわかんないですけど <laughs> うんそうもしくはまあデルのねあの独自のルートがあるのかわかんないですけど今もね20%割引みたいにやってるんですよデルデルね20%夏の20%割引みたいな なんかやってましたね。そう。うん。そう。サマーセールか。うん。はい。まあ、ということで、久保さんはアカウントく停止と。でももうさすがに、そろそろあれじゃないですか、久保さん。<laughs> バンが近、バン、バンが近くなってきたんじゃないですか。<laughs> ね。うん。 ペナルティ中にまた、ペナルティはアップロードできないからな。まあ、どうなんですかね。うん、まあ、僕はこの前の久保さんのやつは、まあ、警告というか、ペナルティではないんですよね。一回の、なんかそのなんだ、その、うん、切符じゃなくて注意みたいな。ただ今後、なんかあそういうのあるとペナルティ1点加算されるみたいな、なんかそんな感じなんですけど。 うんうん、そうそうはいということでいってらっしゃい。